フェジュアーダは豆と豚肉、牛肉を煮込んだ料理。ブラジル、ポルトガル、アンゴラ、サントメプリンシペ、東ティモールなどポルトガル及びその旧植民地で食べられているが各国で独自の発展を遂げてきたため使われる素材は国によって異なる。多くのフェジュアーダは調理時間が長く材料の種類が多いことが特徴であり、名称は フェイジャオンを使った料理という意味であるが、フェジュアーダよりも少ない材料で作られる豆料理は、フェジュアーダとは呼ばれず単に、フェイジャオンと呼ばれる。フェジュアーダと、ブラジル料理の一般的なおかず世界で最も有名なフェジュアーダである。代表的なブラジル料理の一つで、ブラジルの国民食と呼ばれる。完全なフェジュアーダという意味のフェジュアーダコンプレタとも、称される。ブラジルで、 フェイジャオンといえば、通常は、ブラジル人の日常食である、フェイジャオンカリオカなどの煮込み料理を指し、フェジョアーダとは区別される。フェイジャオンプレトと呼ばれる黒いフェイジャオンと、豚の脂身、豚や牛の干し肉、または、燻製肉、リングイッサという生ソーセージ、豚の耳や鼻、足、お、皮などを、ニンニクと岩塩の塩味でじっくり煮込んだ料理。素焼きの壺に入れ、 皿に持ったバターライスやカゴに入れたパン、千切りにして炒めた神戸、ファローハと呼ばれるバターやベーコンで炒めた満足貝もやその粉、オレンジのスライス、バチーダと呼ばれるカクテルと共に食される一般的にはアフリカから連れて来られた奴隷たちがブラジルで考案した料理と言われ農場ュラのために豚の上質な肉を取った残りの部分や豆などを加えたとされる。当時は 祝いの席で食された。現在は、塩気のある豚の燻製肉、牛肉の切り身などが使われる。暑熱の中で、強制労働につく奴隷の塩分を補う食事でもあったため、現在も一般に塩辛い。フェジュアーダは、脂っこい料理で、ブラジルでは、日常的には、フェイジャオンが食されるが、フェジュアーダは、レストランなどで、水曜日や土曜日のランチとして提供され、 家庭では、週末に食されることが一般的となっている。ただし、奴隷の考案したという説には、異論もある。支配者層が、ヨーロッパより豆を使った煮込み料理を持ち込み、南米で調達しやすい材料で代用したものが、家事奴隷などによって庶民に広がったものだという説で、ある。その理由として、フランスのかすれ、スペインのファバダ・ーステュリアナやトルコのエトリクルファスリーへ、 など中世より広く地中海世界では、食肉と豆とを煮込んだ料理が広く存在したこと。南米の農場では、支配総数家族に対し数百名の奴隷を使用していたため、刃物とはいえ食肉が行き渡ることが困難なこと。農場奴隷の常食であったトウモロコシやキャッサバに比べて、インゲン豆はかなり高価であったことが挙げられる。ブラジルのフェジョアーダは、海外でも有名で、 国を代表する料理の一つである。庶民的な料理として知られているが、あらゆる階層の人たちが好んで食べ、広いブラジルでは地域によって、独特の具材、味付けや、サイドディッシュなどがある。ポルトガルのトラスオスモンテスフフェジョアーダ君製肉や、リングイサ、豚の耳や豚足、牛の干し肉が入るのは、ブラジルのフェジョアーダと同じである。ポルトガルのフェジョアーダには、トマトやジャガイモ、 人参、玉ねぎが入る。ポルトガル北東部では、キャベツも用いられる。調味には、ローリエ、パセリ、パプリカやワインを用いることもある。豆は地域によって赤、または白いんげん豆やライ豆を用いる。肉は牛肉、豆は赤いんげん豆を用い、トマトとジャガイモ、玉ねぎ、赤分け器を入れる。類似する料理、ありがとうございます。